なイメージですね。気をつけるべきなところはっていうね、見ないででもここがむしゃらに来てるからやりにくいさが出るんで、ただそこから当たると思うんですよね。選手たちのスピードがあって無駄な動きがないんですよ。これ強いと思いますよ。どうも、ナイト大好きです。今日もよろしくお願いします。ナイトさん、今回はボクシング、それから格闘技ファン注目の一戦、那須川天心選手のボクシング3戦目が、1月23日有明で行われます。相手は、またもやメキシカンのルイス・ロブレス選手ということで、この一戦についてナイトさん、試合予想展望など伺えればと思います。いきなりですが、どちらが勝つと思いますか？対戦相手ネットの方からチェックさせていただきましたけども、パッと見にはなりますが、やはり天心選手勝ちます、と思います。はい、まあ、今回試合は3分8ラウンド、契約体重も121ポンド、まあ、約 54.9 キロということで、はい、前回の試合よりもちょっと若干落として、と2ポンドほど落としてという試合形式になるんですが、どんな展開になると予想されますか？ロブレス選手、じゃあ印象からまず伺いましょうか。ファイターのイメージですね。ガンガン出てきますね。那須川天心選手にとってはやりやすいんじゃないかな。なるほど。見た感じ、ブワー天心選手かな。やりやすいと思うよ。あとね、大会で結構決着がつくんじゃないかと僕は見ました。はい、天心選手にとっては初の世界ランカーが相手とはいえ、まあ動画がですね、まあ、最初の1本しかなかったんで、ちょっとどこまで、ね、このロブス選手、あの分析というところまではナイトさん難しいとは思うんですが、はい、世界でいくと、WBA の世界バンタム級13位、WBO の、14位ということなんですが、どうでしょう、これ天心選手にとってやりやすいタイプと思いますね。気をつけるべきなところはちょっと頭が低いっていうね、頭越しから来る、それもあえてやってる、だから偶然を装ってできるから、これやってる感じもするから、すごい気をつけたいなっていう、頭からこう来る選手だから、あれ結構あの分かってやってるんで、見ててね、と思うんでね。バッティング注意と。そうですね。はい、だからあと見ないででもここがむしゃらに来てるから、確かにあのやりにくいさが出るんで、ただそこからアッパーなんか当たると思うんですよね。確かにですね、このまあ試合見てもアッパー結構もらってるんですよね。あのキャリアで言えばね、ただあの全然ね、あのロブレスの方があるんですけど、でもね、天心選手は、あのまあ格闘家としてのキャリアもすごいいっぱいあるんで、はい、プロは2戦しかしてませんが、まあいけると思いますよ、この選手相手には。そうでしょうね、まあ、あのさばこうと思ったらさばけんじゃんが全ラウンド剣を狙わないでね、例えばですけど、でもやっぱ剣を狙っていくと思うんですよね、倒しには来ると思うんで、あの今のところ2戦2勝倒しに来ますか。やっぱ期待に応えたいっていう気持ちあると思うんですよね。天心が倒しに来ると、で、今回こういうファイターあえて選んでる部分あるんじゃないのかなっていうのもあるんで、カウンター狙ってってね、なぜならあのパンチ当てれ、あ、あ、うん、当てやすいんじゃないですか。ただ怖い部分もあるんでね、その代わりね、ガンガン来る選手ですし、はい、あと頭も怖いね、この選手はね。そうですよね、まあちょっとプロフィールを比較したいんですが、まあ那須川天心選手は、身長が165センチのリーチ176センチ、2戦2勝の、サウスポー25歳と、一方のルイス・ロブレス選手、18戦15勝5 KO 2敗1分け、 KO 率は 33% の、まあ、オーソドックス、同じく25歳というところなんですが、成績でいうとね、明らかにこれキャリアはロブレス選手ですが、そうですね、まあ、キック時代のキャリアも含めるとそれはね、天心選手も十分キャリアありますから、試合感というか試合慣れというところは増してるのかもしれませんが、その辺いかがでしょうかね。まだ2戦なんですけど、その天心選手2戦目の時もそうでしたけど、かなりこうボクサー感がもうあるんですよね、僕的に。実際ボクシング、前も言いましたけど、キャリアもうボクシング結構もうやってるんですよ、だいぶずっとやってるんですよね、ボクシングジム通ってるんですよね、天心選手がね、はい、はい、ボクシングに転身するためにボクシングジム結構通ってるんですよ、はい、だからそういう面で、まあまあまあプロキャリアは少ないですけど、ボクシングキャリアはでも
まあもう結構ある方だとは思うんで、はい、キック時代からねその通ってましたからね。そう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 、でも今もうすでにこの間の会見でも、はい、その体がボクシングっぽくなってきたっていうふうに自分でも言ってたんですね、うん、テニス選手が体重をちょっと落としつつあるっていうか、まあ、前回よりも 500g ですか、うんうんうん、2ポンドぐらい落としてるっていうのもその証だみたいなこともだんだんボクシングの体になってきたんだよっていうのを自覚あるみたいですね。すごいちょっと生意気な言い方かもしれませんがボクシングってやっぱり伸びてきてるんですよ、うん、まだまだ伸びると思うし勢いがどんどんついて いくと思うので、うん、まあまあこれ本当にかなり強いと思いますよ。やっぱ改めてその天心選手の武器っていうところを整理するとどうなりますか。スピードですかね。スピードがあって無駄な動きがないんですよ。極力その、はい、理にかなった動きを僕はしてるように思えて、うん、無駄遣いがないみたいな、うん、そういうとこあるなと思いますね。ハンドスピードも速いしパンチ力で言えばまあそこまでかなりパンチあるよではないと思います。まあまあなくはないですけどそこまでまあそもそもパンチャーじゃないというか、彼のすごいところはやっぱり格闘技において KO っていうのは花なんですけどいい意味でこだわってない、もちろんするに越したことがないっていうのは思ってはいると思うんですけどでもリスク勝負ぐらいだったら KO はいらないよというふうに僕は思えてます。ちゃんと考えてやってる、格闘技においては本当に頭のいい選手だと思いますよ僕は。まあ、それが天心選手の、なんでしょう武器というかいいところだと思うんですけれどもこの心配なのはちょっと前回の試合で、左手負傷したと、はいはいはい、まあ、折れていたっていう、話があったんですけれども、まあ、もう治って練習もしてるし問題ないとは言うんですがこれ1回折れたものっていうか負傷したところっていうのは経験者からするとウィークポイントになったりとか気になったりしないものなんですか。完治させれば問題ないと思いますよ。逆によく言うんです言うのはほら骨折した方が太くなるなんて言うけど、結局ね我慢して無理してやるのが一番良くなくて直す時は直す徹底して直す練習しちゃいけない、そうやって直してきたと思うんですよこの記事見てもね。だから大丈夫だと思う。昔みたくね我慢しながらね怪我我慢しながらうまいこと隠しながら練習とか してないと思うんですよ。してちゃダメだしね。まあ、そこは問題ないと思いますよ。そう思いっきり全力でカウンター合わせるのがちょっと怖くなってしまうとかってそういう不安はないんですかね。いやそれはもう自分で分かってると思うんですよね。練習もやっててその不安を消すためにきちっと直す時は直しに行ってるはずだと思いますよ。はい、うん、そしてもう一つ気になるのが、今回の契約体重なんですが、はいはい、まあ、121ポンドということで前回が123、55.79 で今回が 54.9 ということなので 1.2 から 1.3 キロぐらい、落としての、今回は試合というところになります。前の試合よりですよね。はいはいはい、いやーすごいね、はい、このあたりはいかがですかね。パフォーマンスが落ちるとかそれとも、まあ、上がるのか分からないですけど、いや前回の試合、まあ、デビュー戦もう前回もゆとり持っての体重だと思うんですよ。先を見据えての前回の体重での試合だったと思うんで何ら問題ないと思う。ただこの後ですねキャリアどんどん積んでいった時に体って大きくなるんで、で今のところはもう全然これできるよっていう範囲内だから見てるとか落とすってことだと思うんで、はい、ちょっとだからキック自体が、まあ、そもそも 55.5 とか最高で言うと 57.5 ぐらいですかね。そのぐらいでやってたんで、そう考えるとだいぶ絞ってきてるなっていう印象は、まあ、あるんですが、これ将来例えばバンタム級目指すとか見据えてるっていうところはいかがですか。そこまで見てるんですかね。いやー今の最近のね天心選手会ったことないからなんとも言えないですけど、ただ身長で言えばそんな大きくないんでね、まあ、多分できそうだなというイメージはありましたよ、最近ね、お会いしたことないから簡単見てないから何とも言えないんですけどバンタムいけるんでしょうね。でもね、バンタムとなると 53.5、ですよね、なると次の試合が 54.9 ですからさらに 1.4 とかマイナスになるんですね、って考えるとどうなんでしょう。適正体重とかってどう思いますか。結構落としすぎ、それはバンタムは
まだ落ちるんだと思う、うん、まだ若いでしょ、24でしょ、今25ですかね、はいはい、5になったか、なったか、で分かんないですけど、プランがあってバンダム取っちゃおうと、世界をで取った後に早々に返上して上の階級目指していくのかなっていうイメージなんですよね、うん、今だったらまだバンタムできるよと、うんうん、だからバンタムやって階級は、ね、まあ、2階級行こうよみたいな風に思ってるんじゃないかなっていう、1回落として上げるというパターンもあるかなって思うんですか。そうですね、もともとだって今まで契約ウェイトでやってたわけでしょ、はい、そうです、うん、それもなんかバンタム級見据えての契約ウェイトにしたらと思うんだよ ね、 そうですね、最初からじゃないと思うんだよな、そこは、うん、スーパーバンタム、最初からスーパーバンタムでやろうとしてたらスーパーバンタムのウェイトでやってると思うんだよな、うーん、なるほど、もしかその上もうちょっと56とかでやってると思うから、確かに徐々にこう落としてきてますもんね、バンタムに見据えてきてますもんね、もう計算、もう全部ね、計算でやってると思います、うん、はい、なるほど、考えだから、うん、逆にそのバンタムでできるのかどうかっていう、その試金石の試合にも次の試合になるかもしれないですね。そうですね、そうですね、だからもしそこでめっちゃきついわってなったら、これ厳しいわってなったらまた帰ると思います、バンタムやめとこうって。あとは天心選手、その、まあ、内藤さんも以前ちょっとおっしゃってましたけれども、うん、練習ではどうしてもこう身につかないものがあると、それは天性のパンチ力だみたいなところをおっしゃったと思うんですけど、はいはいはい、そのパンチ力のなさを指摘されるっていう部分も、まあ、一部であるんですけれども、そこはどうお感じになってますか。体重を下げることによってさらになくなるんじゃないかみたいな、そういう不安も一部で、いやそこはな、体重落としでパンチ落ちるってそこはないと思いますよ、うん、ないと思う、ないと思う、うん、まあそもそもそのハードパンチャーで倒し屋っていうボクサーじゃないんで、だから 1,2 戦見てこのまま攻撃するだろうなって僕ちょっと思ってるんで、無理に倒しに行かない経験十分ですし、うん、先の先やっぱ見ながら考えながら戦いやってますよ、うん、と思う、うん、もっとパワーをつけてというよりもカウンターのテクニックだったりを磨きに磨き上げるみたいな、うん、そういう方向で今ね、やっぱりだとしていくんですかね。日々まだ2000とはいえ強豪としかやってないじゃないですか、だからもう鼻からその KO は二の次だよっていう風に考えてるんじゃないのかな、うん、改めてになりますが、那須川天心対ルイス・ロブレス、内藤さんの予想ではどのぐらいのラウンドでどちらが勝ちますか。だね、4ラウンド TKO、 どちらが。天心、はい、今回は、はい、うん、初の KO もしくは TKO で勝つじゃないですか、ね、はい、相手がすごい出てくるから、まあ、当てやすいので、はい、今回は KO するんじゃないかなってイメージですね、うん、そのフィニッシュ棒としてはどんなイメージでしょうね。ワンパンよりは、まあ、まとめて聞いてレフリーストップとかじゃないかな。難しいですね、自分から言ってっていうよりはなんとカウンター、ね、そう、そのイメージですね、うん、カウンターじゃないかな、カウンター1個入ってまとめてみたいな、はい、うん、そうね、なるほど、